アイテム番号 SCP-191JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-191JP の正確な情報を記した文書は財団内部の完全に光を遮ったコンクリート製の防音収容室にて保存されます。実機決め的で SCP-191JP の使用を申請する職員は必ず D クラスを最初に SCP-191JP に暴露させ、実験後は速やかに解雇、終了してください。いかなる人物であれ SCP-191JP についての情報を知覚した人間はクラス A 記憶処理の対象となります。説明。SCP-191JP は、寺の陳治郎将という人物に対して、各人が自然に持つ共通認識、または集団テレパシーです。その人種、文化圏、生活観境に関わらず、あらゆる人物からの、寺の陳治郎将について得られる情報は常に日本語に翻訳された状態で本質的に同一の内容であり、これらの性質から、SCP-191JP は何らかの手段で人間の脳内に生息する情報生命体であると推測されています。SCP-191JP の影響はその単語を完全に認識することで発生し、SCP-191JP キャリアとなっても、寺の陳治郎将についての内容以外に肉体的、精神的な異常は発生しません。収容当時、SCP-191JP の情報は、地元の昔話、として長期間にわたって、県、村内部にて伝えられていました。1995年、昔話、としてのそれが本来持つべきミーム的性質を一切保持しておらず、村の全員が複数の物語、中には口頭で全てを伝え切るのに数時間を要するものも存在した。をほとんど違わず口づてできるという事実が財団職員によって調査され、SCP-191JP の大規模な収容と記憶処理が行われました。SCP-191JP キャリアの伝える、寺の陳治郎将の概要は以下の通りで共通しています。これらの一致について、SCP-191JP キャリアたちは、なんとなく、名前からしてそんな感じがするから、と証言し、特にそれを異常だと認識することはありません。身の丈六尺三寸。いかめしい風貌の初老の坊主である。慈愛の心に満ち、知気に富む、法力、軌道に優れ、40を数える頃に大日如来の功徳で不死となった。ホラ話が大好きで、子供たちに人気があった。SCP-191JP に関わる物語の、創作、を行うことで、SCP-191JP 本体とある程度のコミュニケーションが可能です。現在まで、例の実験が行われていますが、現在は実験は無期限に停止されています。ほい。SCP-191JP 実験記録、実験記録1。日付1996年8月15日。対象。SCP-191JP に暴露させた D クラス職員1名。目的。SCP-191JP の性質の確認。カウンセラー。では、今その紙に書いてあった。その、陳治郎将について話してください。D クラス。ま、さっき名前を知ったキャラクターの詳細なんてわかるわけねえだろうが。カウンセラー。大丈夫です。その名前から、あなたが、こんなキャラクターだ、と思うかの人物像を話してみてください。B クラス、なんとなく、身長はでかそうだな。1、9メートルありそうだ。おしょう、ってくらいだし仏教徒だな。3ってくらいだから、胸じゃないか。胸ってことは、寺かもな。カウンセラー、なぜそう思うのですか？B クラス、あれ、なんでだろう。分析少なくとも彼は、3に、今日の総本山があることは知らなかったはずだ。そもそもそんな山は現在日本に存在しない、
統合博士。実験記録に、日付1996年8月15日。対象、SCP-191-JP に暴露させた D クラス職員1名。目的、SCP-191-JP とのコミュニケーション。カウンセラー、お疲れ様です。それでは、和尚、について、その登場する物語を作ってみましょう。D クラス、なあ、なんなんだこれ、新しいカウンセリング。言われたけどあっちの白衣の人何をやってるんだ?カウンセラー、いいから、お願いします。D クラス、昔、あるところに、チンチロ和尚という、その丈六尺三寸、気は優しくて力持ち、慈愛に溢れて信心深く、村の皆から尊敬されている和尚さんがおりました。和尚さんは、カウンセラー、ストップ。村人は和尚さんに聞きました。あなたはいつからここにいらっしゃるんですか?という一文を入れてください。あっ。B クラス。村人は和尚さんに尋ねました。あなたはいつからここにいらっしゃるんですか?和尚さんは答えました。私はずっとずっと昔から、あなたの、そしてみんなの心の内におるんだよ。3、カウンセラー、の本名、と言いました。カウンセラー、そっと、終了報告書、ある人物についてよく知っているならば、その人物がどの場面でどう答えるか、予測できるのかもしれない。ただこれはそういった類のものではない。B クラスは少なくとも彼女の名前を知らなかったし、さらに実験中、彼女は D クラスに指定の内容を物語に盛り込むように指定した際、答えを聞く前から、D クラスがどう返答するか、それをはっきり思い描くことができたという、私も同様に、統合博士。実験記録3、日付1996年8月15日。対象、SCP-191-JP に暴露させた D クラス職員1名。目的、SCP-191-JP の創造世界への干渉。統合博士、では続けよう。ここからは私と君で対話を行う。できるだけ、私の質問には深く考えず直感的な答えを示してくれ。D クラスなあ、これは本当に何なんだ?あいつは一体なんでぶっ倒れたんだ?それに、統合博士、チンチロ和尚は毎日毎日、仏様にお祈りをしながら仏の道に励んでおりました。ある日のことです。そうだな、恐ろしい、とても恐ろしい怪物、SCP-JP が、チンチロ和尚の住む村に現れました。どうなると思うね?B クラス、SCP-JP、は、寺の屋根を壊し、村の人間を、にしてしまいました。村は、ミーム的、認識災害に暴露した村人たちで溢れかえり、和尚さんは大層悲しみました。なあ、なあ、なあ、なんなんだよこれ。なんで俺の知らない単語がさっきから頭に浮かんでくるんだよ。統合博士、和尚さんは寺にこもり、大日如来様にひたすらお願いをしました。すると、D クラス大日如来様が和尚さんの元に現れて言いました。和尚よ、怒りに駆られてはならぬ。人は道を間違えるものなのだ。お前がそういった人々を導いてやるのだ。と。統合博士、そうして気がつくと、寺にも村にも何もおかしなところはなくなっており、和尚さんはほっと胸をなでおろしました。そうしてぽつりと言いました。ありがたいことだ。もしも斎藤、81、にもう少し仏門の戸がおったならば、こんな恐ろしいことにもならんかったのかもしれんがのう。B クラスそうして和尚さんは、いつまでも変わらない平和な村の様子を、いつまでもいつまでもニコニコと眺めておりましたとさ。分析、物語の中とはいえ、向こうは確実にこちらを知覚している。ある程度自由に改変もできるようだ。統合博士。
SCP 保護の観点から、現在実験は基本的に禁じられています。